おおー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 お,ーおーっと,っと <laughs> 顔色が暗い <laughs> どうした浮かない顔してうんうん勉強してっけど浮かる気がしないうん、うん、まあな特に12月だし受験近くなってきてるから、まあ、メンタル的にねポジティブに考えるのは難しいまあまあそれはわかる俺もそうだったしうん何諦めたいやめたい やめるかじゃあ受験 <laughs> まあごめん意地悪な言い方しちゃったけどまあやめねえよな分かってる分かってるちょっとノート貸していい見るようんこれいつやったん今週お今週でここまでやったんかめっちゃやってんじゃん うーんそうだなまあ確かに受験はさ全員が受かるわけじゃないしね当然うまくいかない人が出てきて涙を流す人間はいるしそれが自分になるかもしんないっていうのは可能性ゼロじゃないから絶対受かるなんてそんな綺麗事はねもちろん言ってやれないけどでも受かる可能性があることはもちろん忘れちゃいけないよな。ああそうだ一つさあのこの時期絶対周りに負けちゃいけないものって何だと思う そう周りに負けちゃいけないものわかるうん勉強量ああ確かになまあ確かに勉強量も負けない方がいいねうんいいけどな勉強量ってさ周りの人間がどれくらいやってるかって把握できなくないうんできないし想像したときにさそれを勝ってる想像ってなかなか難しいじゃんだからきっとそこを勝ってるってなれないんだよね。 結局それ考えても落ち込んじゃうだけというかねじゃじゃあ質で勝負だっても質もわかんないしそうじゃないんだよもちろん負けてねえぞって思うぐらいの質と量を求めていくのは大事大事だよだけどなそこじゃなくて自分なら大丈夫だって私なら大丈夫俺なら大丈夫だって思う気持ちそれが絶対負けちゃいけないんだよ周りにどんなに苦しくてもどんなに辛くても自分が今うまくいってない気がしたとしても こんだけもがいて頑張ってるなら大丈夫だって思う気持ちは俺にも負けちゃいけないし例えば家族とか先生とか他の先生だなにも負けちゃいけないんだよ自分を信じる気持ちでは誰にも負けねえって今それ見させてもらってさいやめっちゃ思うよ「あ絶対大丈夫だなお前は」って、うん「お前なら絶対大丈夫」って俺思うもんでもその思ってる俺にも負けちゃいけないんだよそれができるかかどうか辛いぞ すげえ苦しい時に自分をポジティブに捉えるのってめちゃくちゃ苦しいんだよねでもねそれができると受験本番めちゃめちゃテンパってる時一番緊張する時だよねその時にも強い心で望むことができる大丈夫だってそういうちゃんと練習をしてきてるから普段からねだからぜひ俺なら大丈夫私なら大丈夫だっていう気持ちでは誰にも負けんな。 いいあとはまああ,のあんまりな安心材料になんないと思うけど大丈夫だからめっちゃ頑張ってからねオッケー次会う時はもうちょっと晴れやかな顔しとけよ <laughs> あおじゃ頑張ってなまだな